効率よくエースを狙えるセンターサード1,2,3っていう人もいると思うんですけど、バモス渡辺のテニスチャンネル、略してバモちゃん。どうもバモス渡辺です、よろしくお願いします。はい、合言葉は地産地消ということでですね、こちらの番組はいろんな地域に行かせていただきまして、その土地土地の美味しいものを使って素敵な料理を作っていこうというクッキング、チャンネルとなっております。はい、チョキチョキ、言うとりますけどもはい、この僕のつまらないボケでも編集という魔法がかかれば全部拍手笑いに変わるという、時代も進みましても2020年も終わろうとしておりますが、今宵もバモステニスチャンネル、略してバモちゃんにですね、素敵なゲストをお招きして、私バモス渡辺が初中級のシングルスの大会に出場して優勝しようというチャンネルでございます。さあ、というわけで面白いトークも、さておき早速本日も素敵なゲストにお越しいただいております。こちらのゲストです、どうぞ。はい、じゃん。僕がですね、ヤマダ電機のおもちゃ売り場から箱を裂いて持ってきました。こういうの結構あるんですよ。これを突っ込んだ方がいいんですか？突っ込んでもらえるなら突っ込んでもらった方が僕もやりやすい。はい、改めまして鈴木優花選手です。よろしくお願いします。ちょっと簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？2018年で日本選手権のダブルスベスト8で、21歳です。確か21歳、9歳差ですよ。ほぼ10歳差か。僕31の年なんで、今までで一番若いゲストじゃないですか。あ、そうですね、もしかしたら。今の若者の言葉とか使われても、はい、見て分かる通り全員おじさんなんで誰もついていけないんで、早速ですね、はい、本日お越しいただいた細木優花選手に、私バモス渡辺がいろいろ教えてもらって、草と初中級シングルス優勝しちゃおうじゃないかという企画になっております。ここまで大丈夫ですか？はい、はい、よかった。はい、というわけでですね、本日は一体何を私に伝授していただけるのでしょうか？まずは今日はサーブが私が得意なので、効率よくエースを狙えるセンターサーブ、効率よくエースを狙いやすいセンターサーブの3つのコツということで、じゃあまず早速ですね、1つ目のコツは何でしょう？まずトスの位置なんですけど、自分の真上に上げる方とかも結構いらっしゃると思うんですけど、真上だとやっぱ体勢が崩れちゃったりとかもするので、少し自分より右に上げるっていうのを私は意識しています。あとは、トスで高すぎと落ちてくる速度が速くなっちゃうので、打点が安定しなくなっちゃうので、あまり高すぎないようにっていうのを意識してやってます。これが5個目のコツのトスの位置ですね。はい、2つ目のアドバイスは？はリズムです。おっざわ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 、どこかに森崎香菜子がいるぞ探せリズム、はい、なんかこれ聞いたことあるな。これリズム、打点、このチャンネル NG ワードなんですか？NG ではない。楽したがるみんなテーマ選びを。いや、でもきっちり前日までに。あ、台本？はい。かなこさんと違いますね。かなこさん当日の朝でしたから。そうなんですよ。じゃあ2つ目がリズム。ちなみにかなこさんが言ってたリズムはこんな感じだったんですけど。あ、全然違います。あ、違います。私のイメージは全然違います。あ、じゃあちょっと優花さんのリズムどんな感じかちょっと思いますけど。あ、こういう感じですか？今そんなんでした？私違いますよ。言わせてください。あ、はい、すみません。二つ目はリズム。これ例えばどういうリズムなんですか？自分の中では、はい、1,2 っていうリズムで考えて、はい、1,2,3 っていう人もいると思うんですけど、僕そっち派かもしれないですよ。私は踏まえておいて、1でセットして2で打つ。そして最後3つ目はスイングの軌道。スイングの軌道、速く打ちたいと思うとやっぱりすぐ下に畳んじゃうと思うんですけど、はい、それをエース狙いに行ってても少し上にボールを上に削るような感じがあると、ざわざわざわ、なんかこれまた俺デジャブな気がしてきた。斎藤隆史編。あ、
これワイプちっちゃく出しておいてください、高橋プロの。多分同じこと言ってた気がします。なんか上にって言ってましたよね、確か。やっぱ選手の皆さんって前回の撮影でも僕同じこと言ってたんですけど、基礎的なことを大切にしてるみんなっていうのをこのチャンネルが始まって僕は知りました。考えることがシンプルなんで少しちょっと似てくるかな。なるほどね。今後あれですね、もうテーマ何個か投げてこの中から選んでくださいみたいな感じになってきそうですね。毎回プロに来てもらってたらそうなってきます ね、 そうですね、テーマ選びが。まあ、でもちょっと表現の仕方がね。で今回は細木優花選手バージョンの大切にしていること、はい、細木優花選手の感覚を僕は伝授してもらえる。そうですね、下手したらあんた地獄に行くわよとか言われないですか。ちゃんとやってくださいね。でそれは細木和子やないかーい。和子じゃないわー。うわあ。ごめんね。はい、というわけで早速、細木優花選手に効率よくエースを狙いやすいセンターサーブ3つのコツを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速効率よくエースを狙いやすいセンターサーブ3つのコツに入っていきたいと思うんですが、最初になんでこのテーマにしようと思ったんですか。女性の方ってパワーが少ないのに、いいサーブ、速いサーブっていうのを打たないでスライスサーブにしちゃったりとかっていう人が多いと思うんですけど、こうやっぱりセンターにガツンと打てるとエースも狙いに行けるので、そのサーブを皆さんに持ってほしいなと思って。ちなみにそれはガツンとみかんって感じですか。ガツンとみかんよりガツンと。おや、じゃあガツンとガツンとみかんって感じですか。それぐらいで、はい、行きましょう。今日はセンターにガツンとガツンとみかんを打ち込むっていう感じで、パワーサーかける5ぐらいで、かける5ってことは10か。ガツンとガツンとガツンとガツン。ちなみに例えばさっき3つのポイントを教えてもらいましたけども、例えばこれ優花選手の中でちょっと、あ、私トス調子悪いなとか、あ、今日調子絶好調だなみたいな、そういう波ってあるんですか。ありますね。安定しない日とかもあるし、例えばじゃあ安定しない日はどういう感じのトスになったんですか。トスがやっぱり上げた時に自分の手がそのまままっすぐ伸びない時とかは、トスがやっぱりずれちゃってるとまっすぐじゃない状態になっちゃって、上げた時に本当にまっすぐここが一直線になるぐらい一緒に上げた時がはいいと。で悪い時がちょっと斜めになっちゃう時とか、まあ、言うたら流れるってトスが流れるってことですね。はい、じゃあ早速デモンストレーションの方に入っていきたいと思うんですけど、この3つのポイント、トスの位置、リズム、スイングの軌道を重視しながら、早速細木優花選手にお手本を、お手本をっていうとちょっと硬いですね。デモンストレーション、じゃあ横文字でいきますわ。デモンストレーションを見させていただきたいと思います。お願いします。今のが細木優花選手の中で大切にしている、まあ、トスの位置、はい、で1でトロフィーポーズに入る、最後スイングの軌道、はい、前にこう飛ぶんじゃなくて上に飛ぶって感じ。そうです。トスの位置はその上げた時に綺麗にこの側面が一直線になるのを意識してるっておっしゃってたじゃないですか、はい、2つ目のリズムはどういう感じで入ってるんですか。私は前にまず後ろに体重をかけてから、そこからトスを上げるんですけど、トスを上げたらトロフィーポーズにまず1で入って2で打つっていうのが自分の中のリズムで、人によっては1、2、2、3っていう後ろも一緒にカウントしてるんで、こう流してる感じ。
際に打ってもらっていいですか。はい。どれぐらいですか、自分の中で。私はボール左右1個ずつぐらいだったら1個ずつ僕1個ずつぐらいずれてったら僕気づかないですよ。ベストは半分ずつぐらい。マジっすか。あんま分かんないんですけど私とかは結構画面打つところ。あっあっあっ今何て言いました。打点。打点来たわ。さあこれで金子選手の使い手だね。なんかやってますね。森崎軍団ですね。森崎軍団めっちゃいいですね。打点がどうこうとって、はい、打つところをもう先に私は見てるので、そこにトスを置いてくる感じ。自分が打つ場所をイメージしてそこにトスを置いてくるイメージなんで。なるほど。だいたいそこら辺で上げるんだなって思って上げてるんで、それが。なんか言い方あれだけど、僕にはない感覚ですね。僕のトスアップはここからこうなんですよ。だからもう最初から最後までもうずっとボールを顔で持ってるんですけど、もう投げるとこは自分で。じゃあこういう感じですね。みたいな。いや大げさに言ったらイメージはそういうことですよね。じゃあちょっともう一回トスの位置、リズム、最後に言ってたちょっとスイングの軌道をちょっとどういう感じでやってるの。上に飛ぶって言ってたじゃないですか。それももう一回口で説明しながら実際に打ってもらって。スイングの軌道っていうのは、ボールがあった時にまっすぐ打ちたいんですけど、その気持ちをちょっと我慢して上にこう、ここに大きい円があるような感じ。大きな円、はい、ここに大きな円をイメージして。最後ちょっと落ちていく。ちょっと前に飛ぶ例で打ってもらっていいですか。これがよく僕とかもそうですし、視聴者の方もいらっしゃると思う、前に飛ぶっていうやつですね。なるほどなるほど。じゃあ逆にその細木優花選手の上に飛ぶっていうのをちょっと見せてもらっていいですか。はあ。はあ。ました。上に飛ぶって口では言うの簡単ですけど、なんかやっぱ一連のフォームの流れで見るとめちゃくちゃ綺麗ですね。上に飛ぶっていうイメージがあると体が倒れない。僕打ったら左に倒れちゃうんですよ。ちょっと流れてるんですよね。僕はデブだからって感じなんですよ。じゃあ早速今の3つのポイントを教わりつつ僕も打っていきたいと思います。よろしくお願いします。変わってくるんですよ。僕そこまで意識してサーブ打ったことないっすよ。最後
時は円がちっちゃくなってる。いきます。まだ1が強い。え、足が使えなくなっちゃって。ちょっとお願いします。でも言ってることなんか分かります。そのパワーを貯める感覚ができるかなって。リズムがいいと、はい、ちなみに今センターに打ったじゃないですか。例えばこれがフラットサーブだとかスライスサーブとかも一緒ですか。そうですね、そのリズムとかは変えずに、トスの位置も変えずに相手に分からないように打つのがいいかな。じゃあもうリターナーからしたら、細木優香選手がトスを上げてトロフィーポーズを構えるところまではフラットを追ってくるのかスライスを追ってくるのかまだ読めない状態で、やってほしいですね。なるほどね。そっからスライスでワイドに逃がしたり、いきなりフラットでセンターに決めたり、やっぱ隠すんですね選手って。いいですね。はい、いいですよ。できます。今日すぐには多分これは僕は無理ですね。でもこのトスの位置、そしてリズム、スイングの軌道をちょっと僕も頭に入れつつ、早速持ち帰って練習したいと思います。ということで、効率よくエースを狙いやすいセンターサーブの3つのコツ、トスの位置、リズム、そしてスイングの軌道ということで、細木優香選手どうもありがとうございました。チャンネル登録でバモスのやる気はぐんぐん伸びます。褒められて伸びるテニス芸人、それがバモス渡辺です。